本件を挙げさせていただきました。中心チームは選手団を取る声が多かったこと、あと医師不足ですね、こちらに例外が出ているというと、あとは病院の経営状況について、このように職員や市民の皆様に公開する必要があるということ、あとは病院特にバイナリーを紹介してみしていることでメリットが非常に聞かれるということです。先ほど申し上げました通り、新築の病院建物について職員の意見、反映されているのかどうか、ちょっと疑問に思われる声が何点かございました。地域の患者人数に各医療が提供できているかどうか、また地域連携がうまく書かれているのかどうか、院内連携、チーム医療が一体どうなんだろうか、また看護師さんもかなり負担があっていらっしゃるようです。何回時間もかね、現場にかなり負担がかかっている。医者事務所の関係について見直しを検討するといって上がっておりました。そして経営改革には非常に前向きな意見をたくさん書いていただいております。そこでやはりこの委員会に対しても頑張りますので、それを取り除く必要があります。経営本科の大幅な改革を通じて、職員満足の充足を図り、患者満足につなげられる検討が望まれるということです。資料の1、第1回経営改革検討委員会の10ページに戻ります。先ほどの資料の最終ページをまとめたものです。特に気になったのが、高額の医療機器を購入していらっしゃるということでしたので、10ページのグラフに書かせていただきました。医療機器購入の統計と、医療費用、これ比例していないんですね。医療費用購入したものは、先行投資としての政策がありますので、まあ、若干、初年度は高額になるんですけど、それを次の年ぐらいからどんどん少しずつ回収していくというのが通常のグラフなんですけれども、これどうもその形になっていないということですね。次の問題点といたしまして、11ページ目にグラフを書かせていただきました。これは市町村別の患者の無料投稿が、私の調査不足のようなのが多いんですけども、特に分かりませんでしたね。青森県の死亡者数ということで、割合を出させていただきました。この病院、このトップ3ですね、悪性心筋、これ、平たく言うと何です。心疾患、脳血管疾患、やっていらっしゃるかどうか確認いたしました。無症状に、こちらの病院、入院患者、DPC のデータから取ったんですけれども、悪性新生物ではないですか、と、脳血管疾患につきましては、全体の 10% 超えで、医師不明がいらっしゃるということです。若干、心疾患に、ちょっと理由が出てくるのかなというふうに思っております。2の問題点といたしまして、準備ベースです。こちらはお読みいただければと思います。参照までに患者苦情分析というのを載せております。どうしても職員の管理に対するクレームが全体の 40% 超えてしまっているんですね。ちょっとこれは少し気をつけるだけで構いませんのでということで、やりたいなと思います。逆に患者さんの方も貴重な医療資源でございますので、どうかこの病院大事に使っていただきたいなと思います。次のページの最後に対する不安の相関図というもの、こちら書かせていただいておりますけれども、
に対しても、まあ、できるだけ自己判断をついて、本当に必要なのかどうか、これからあたり少し勉強していただいて、大事に大事にコミュニティを使っていただければなというふうに思っています。最後に、経営対策委員会の鶴健康から、実際にさせていただいております。経営主体の健康。私の財政が逼迫しているということですね。病院のポジションに戻ります。自己完結型医療から近隣の病院と連携をとり、地域完結型医療へのシフト。これが課題となっていますね。こちらの医療圏の貴重な医療人材、これを適所に配置することに対して、予算をすることができる。医師、看護師、住職、もう、心理師の看護師とか、こちらでも、問題の管理をしていただければ、いかに確保するか、皆様の労働期間の経験のため、募集のためにも、重要な課題です。最後にまとめていたしまして、医療機関の代わり、患者の利益と、病院の矛盾をついて、両立できるようになれば、また状況が変わるのではないでしょうか。一生懸命に働く者が報われる、職員が医療を持てる改革となるよう検討が必要だということ、長々と説明してしまいましたが、以上でございます。